皆さんからリクエストを寄せられたアンケートについて、10代から60代までの1万人に調査した結果をまとめました。今回実施したアンケートは、2000年までに放送された歴代バラエティの中で、当時話題になっていたけど、別に面白くなかったと感じていたテレビ番組はどれですか？という内容です。では、早速見ていきましょう。30位は、夕焼けなんなん。みんなの意見はこちら。おにゃんこクラブは好きだったので、学校から帰ったら、すぐテレビをつける習慣になっていましたが、内容自体は、面白いとは思っていませんでした。ダンプ松本が暴れたり、ちょっとエッチなこと言ったり、まだ小学生だったので、意味がわかりませんでした。29位はプッスマ。みんなの意見はこちら。草薙さん、ゆうすけさんの二人の司会というのは気になっていましたが、お笑いという面白さはなく、どちらかというと、セクシー系に逸れてしまう感じが見ていて、残念だなと思った番組でした。独特のゆるさが魅力ではありましたが、他のスマップの番組と比べるとインパクトに欠け、内容が薄く感じることが多かったです。他の番組の方が、企画や展開にバラエティ性があり、テンポも良かったため、プッツマはどうしても物足りなく思えました。28位は、アセヤン。みんなの意見はこちら。アイドルとか、歌手とかのオーディションという時点で、全然興味がなく、どうしてこんなに必死になってオーディションを受けるのか、みんななんで、それを応援しているのか、全然理解できませんでした。かなり無茶苦茶なことをやらせたり、難しいことをやらせたりしていたので、あまりいい印象がなかった。それから売れたりした人もいたけど、面白いかというと、そうでもなかったように思う。27位は、ヘイ。ミュージックチャムプ。みんなの意見はこちら。どちらかというと、私が個人的なジャンルの歌手は、全く出演することなく、毎回売れているようなどこでも聞くような歌ばかりで、実際番組を見ようと思わないくらい聞き飽きてしまっていたからです。自分自身の音楽の趣味がマイナーで狭いため、この番組で出てくるようなメジャーな歌手たちに興味が持てず、曲もすべて同じような歌詞に同じメロディーだと感じていたので、歌手たちのトークや歌をわざわざ視聴しようと思わなかったから。26位は、スマップ×スマップ。みんなの意見はこちら。スマップさん方は、とてもかっこいいと思うし、料理を作っているのもすごいと思いました。でも飽きるというか、見ていてつまらないが、勝ってしまって、毎回チャンネルを変えていたイメージです。男性アイドルがやっている、というだけで、なんとなく避けていました。自分が男性なので、おそらく女性向けコンテンツだろうなと。スマップの歌は好きでした。がっかりしたくなかったので、真面目に見ませんでした。25位は歌番。みんなの意見はこちら。歌番組にしては、出演アーティストの数は少ないし、ゲストがジャニーズだと、中居くんとの内輪のノリや、タカさんもそんなに面白い人ではないため、面白くないトークを延々と見た後の少しの歌が、とても物足りないと感じていたから、石橋さんのいじりがひどかったです。もちろん MC のお二人がいじることで、人気が出たり、話題にはなっていたと思うけれど、特にモームスの安田さんいじりが、ひどくて、すごく嫌でした。24位はどうなってるの？みんなの意見はこちら。取り扱っている番組の題材からいた仕方ないと思うのですが、どうしても愚痴や不満に関する話題が多かったと思います。たまに見る分にはいいけど毎日見るのは辛いなと感じていました。料理番組として楽しめる部分はあるものの、バラエティ的な面白さは物足りないような気がしていました。ゲストとのトークもあまり深くないため、エンタメとしても物足りなさを感じることがありました。ゲストが毎回堺正章に気を使ってる感じがすごく出ていて、それがすごく気になっていた。堺正章の独断で星の数が決まったり、客観性に欠ける感じもなんか違うような気がしていた。23位は、トンネルズの生でダラダラ行かせて、みんなの意見はこちら。トンネルズの番組は、スタッフ等の人間が出演し、内輪で盛り上がっている感があり、テレビを見ている側としては、テレビの中のそのはしゃぎっぷりに、冷めて見てしまうところがある。トンネルズと番組関係者が、内輪で楽しくやっているだけで、視聴者が置いてけぼりになることが多い番組だったと思います。業界用語や知らない人の名前を出して笑ってるのも理解できませんでした。22位はプロポーズ大作戦。みんなの意見はこちら。ストーリーの展開が予測可能で、主人公の成長過程や恋愛模様もありきたりに思えました。また、タイムリープという設定自体は面白いものの、その使い方に新鮮さが欠けており、同じようなパターンが繰り返されるため、視聴者としては飽きが来てしまった部分もあります。キャラクターの魅力や演技力も感じられず、特に共感を持てるキャラクターがいなかったため、
感情移入が難しかったです。好みの問題ではあると思うけど、私的には他人の恋愛を見て何が面白いんだろう、誰だろうかと思いました。あとは家に来てもらえなかった男性の姿を見ていると、たくさん振る舞うものを用意していたのに、と胸が苦しくなります。21位は風雲竹市場、みんなの意見はこちら。見ていて楽しかった気がするが、出演者がごちゃごちゃしていた気がする。軍団があまり面白くなかった。当時爆破とか派手な演出が多かったと思うが、パターン化していた気がする。ボールを人に当てて木から落ちそうに行ったりするところを見ていたが、そんなに面白さはなかった。面白いというよりはクリアしたという達成感を喜ぶ方が良いような気がするので、痛めつける感じが不快でした。20位は平成教育委員会、みんなの意見はこちら。本格的なクイズで笑うというよりは考える番組だったから、おふざけする場面もなく真面目に答えていくところが良いのかもしれませんが、楽しかったという感覚はあまり残っていません。勉強にはなった回もあったが、バラエティ番組にしては難しい問題が多く、当時は面白さは感じなかった。マスコットキャラクターの声のトーンが高すぎるため耳障りだった。19位はあっぱれさんま大先生、みんなの意見はこちら。私が子供の頃は同世代のメンバー内山くんや山崎くんが出演してた時は面白くてよく見ていたが、メンバーが変わってそのうちにだんだんと企画もマンネリ化していって見なくなった。現場に慣れているプロの子供たちの集まりという感じで、子供たちがみんな大人びていた。素人の子供たちの集まりならもっと子供ならではの面白さやハプニングがあったと思う。子供たちが自然体ではない感じが嫌悪感でした。子供たちが偉そうに大人に意見したり面白おかしく騒いでいるのが共感できませんでした。実際その後天狗になって勘違いしてしまった出演者の子供もいたので、あまり良い番組でもなかった気がします。18位は俺たちひょうきん族、みんなの意見はこちら。当時小学生中学生でいまいち楽しさが分からず面白くなかった。裏番組の加トちゃんケンちゃんご機嫌テレビの方が家族全員で見ており、くだらないコントが面白かった記録があるから。ドリフが好きで8時だよ全員集合や加トちゃんケンちゃんご機嫌テレビを見ていたため、同時間帯に放送されていて、ライバル関係にもあった俺たちひょうきん族はあえてつまらないという思いを持っていた。リアクションが大きくて大騒ぎをして盛り上がっているように見えるが、見ている側からするとそんなに面白いことは言っていないなと思っていました。子供は真似することで楽しんでいたかもしれませんが、見ていて楽しいという気持ちはあまりありませんでした。17位はガチンコ、みんなの意見はこちら。リアルな競争や努力を描く内容は評価されるべきですが、時には過剰な演出や無理な展開が目立ち、興ざめすることが多かったです。また出演者たちの感情表現がオーバーすぎてリアルさが欠けていると感じることもありました。コーナーによって当たり外れがあるが、ガチンコファイトクラブは最初は面白かったが、3期目くらいからやらせ感がすごく出ていたり、コマーシャルから始まる映像がコマーシャル前に終わった映像を結構使って尺を稼いでいたので急につまんなくなった。今ならこういうの好きなんですけど、当時はやらせの茶番かと思って避けていました。格闘技にあまり興味がなかったこともあります。で、とにかく絵面がむさ苦しいイメージでした。16位は学校へ行こう、みんなの意見はこちら。編集が随所に施された作り込まれたバラエティ番組というイメージでナチュラルさが感じられなかった。身内のノリ的な部分もあり、 V6 のファン以外の人にとっては入り込みにくかった。企画が繰り返されることで同じような展開が多くなり、飽きが来てしまいました。また出演者たちのトークやリアクションがやや過剰になり、時には不快に感じることもありました。さらに教育的な要素を取り入れている一方で、あまりにも過激な企画が目立ち、視聴者としては引いてしまうことも。校舎の屋上っていうのも危ない気もするし、やりたい子がやってるのだろうとは思うけど、子供に何をやらせてるんだと思いました。面白い部分もあるけど公開処刑すぎてかわいそうです。15位は電波少年、みんなの意見はこちら。当時でもとんでもない企画をやっていたので、どうなってしまうのかって気になって見ていましたが、子供ながらに芸能人の人たち大変そうだなって、面白いよりも心配の方が強かったです。最初の頃は面白かった記憶が強いのですが、そのうち知らない芸人がよく出てくるようになって、企画についてもやらせ感が強くなってきたため、
番組を見なくなり、いつの間にか終了していました。コーナーによっては、海外での撮影ということもあって、どうしても衛生的な部分で、日本とのギャップを感じ、汚いなとか、不潔な環境で、大変だなと思うことが多かったと思います。14位は料理の鉄人。みんなの意見はこちら。ただただ料理を作っているのを見ているだけで、実際食べれるわけでもないし、子供には面白いとは思えなかった。今見れば、すごい人たちが作っているので、感じ方が変わるのかもしれないと思う。料理しているところを見ても、そんなに面白くない。アナウンサーなどの司会の人は、興奮気味に盛り上げて、大きな声を出していたが、見ている方は、そんなに面白さは感じないし、本当に美味しいのかななど思ってしまった。自分が料理をしたり、美味しいものを食べることは好きだが、ただ、料理のプロが料理をするところを見るのに、個人的に面白みを見出せなかった。対決の時も、どちらも美味しい。どれも良いでいいじゃないかと思ってしまうところがあった。13位はクイズドレミファドン。みんなの意見はこちら。超イントロドンとか、クイズが難解だった。当時、テレビで見ていても、ほとんど回答できなかった。クイズ番組は、一緒に考えて、出演者より早く回答できるかを、家族で競うとかなかったからだと思う。問題の出され方なのか、出演者の盛り上げ方なのか、クイズなのに、ワクワクしなかった。アニメの時は、ショコタンが無双していたが、共演者の反応が心地よくなく、つまらないと感じた。昔から同じ感じのものがあったので、飽きた感じが強い。何か新しいコーナーがあるわけでもなかったので、音楽を聴けるのはいいが、ずっと同じ感じのものばかりだから、面白くない。幼い頃から運動ばかりで、芸能人やアーティストに詳しくなかったため、音楽が全然わからなかった。兄弟や親が見て楽しんでいたが、自分にはさっぱりわからず、面白いと感じられなかった。12位はスーパージョッキー。みんなの意見はこちら。過激なことが多かったし、やることもすごかったので、あまりいい印象がなかった。面白いところもあったが、それよりもちょっとなと思うものの方が多かったので、好きになれなかった。熱湯コマーシャルの熱湯に入る印象が強すぎて、宣伝をするだけの番組と思っていましたし、お色気がありすぎて、家族で笑える番組でもなかった記憶があります。体を張ったお笑いが好きではなかったので、面白いと思いませんでした。セクシーさが売りのバラエティ番組という印象で、出演者全員が、惰性で進行しているというイメージが強かった。ハプニングに頼りすぎていて、笑いを生み出そうとする努力は見られなかった。子供の時は、熱湯風呂とかを意味もわからず、面白いと思いながら見ていたのですが、生着替えとか、意味がわからず面白いのかな。と思うようになりました。だんだん何が面白いか、わからなくなり、見なくなってしまいました。11位は、どっちの料理ショー。みんなの意見はこちら。だんだんとマンネリ化していた。料理も似たようなものだったり、対決内容も変わり映えしなくなっていき、どんどんと内容に面白みがなくなっていき、興味を引きつけられなくなった。親が好きでよく見ていましたが、料理で対決するということが意味がわからなくて楽しめませんでした。そんなの好き嫌いとか、お腹空いてるとかによるだろうと今でも思います。美味しそうな料理の VTR をみんなで見るだけの番組という印象が強かった。スタジオにいるゲストたちも普通のコメントしかしていなかった。料理が美味しそうだなという感想しか抱けなかった。どちら選ぶ感じだったので、面白いとかで見えなかったように思う。美味しそうとかいいなとか思いながら見ていたイメージがある。別に面白さを求めて見ていなかった番組だと思う。10位はトンネルズの皆さんのおかげでした。みんなの意見はこちら。パワハラやいじめに近いいじりで笑いを取っていることが多く、見ていて正直笑えないなと思うことがあり、面白いというよりもどちらかというとかわいそうという気持ちになることがありました。石橋貴明がやたら高圧的な態度だったのが気になってあまり見なかった。業界ネタが多く一般人にはよくわからなかった。内容もマンネリ化しダラダラとやってる感じがあった。面白いコーナーもあるが、食わず嫌いようなど、人が本気で嫌がる様を見ることが苦痛に感じてしまった。悪ノリが過ぎる時もあり、人が傷ついたり、苦しくならない笑いを提供してほしいと感じた。信じられないと感じる行動が見られ、あまり見たくないと感じていた。今思えば、それが許される時代の方が、様々な番組があり、差別化ができて、視聴する側も見る番組を選べたんだなと感じる。9位は、伊藤家の食卓。みんなの意見はこちら。母や祖母がよく見ていたが、当時幼かった自分にとって、生活の知恵、
というものはあまり興味関心を惹かれるものではなかったから、それよりはクイズ番組やお笑い番組、動物映像などの番組を見たいと思っていた。便利な裏技みたいなものをたくさん紹介してくれて便利な番組だなぁとは思っていましたが、番組の内容も主婦向けで出演者にも面白い人がいなかったので、家でついていたから見ていたけれど、小学生の時に面白くはないなぁと感じていたため、生活に役立つ裏技を紹介する番組という印象が強いですが、炎のチャレンジャーやテレビチャピオンなどと比べて見栄えのする番組ではなかったので、当時はあまり面白いと思いませんでした。紹介される裏技がためになるものが多かったが、うんちくも多く、あまりためにならない裏技も多かったため番組を見なくなった。無理やりこじつけた裏技もあった印象があった。8位は志村健のバカ殿様。みんなの意見はこちら。お色気シーンや下品な場面が多い印象があり、家族と一緒に見ると気まずいシーンがあったと記憶している。たらい落としなどの単純なお笑いが多く、笑いのツボが合わなかったから、ネタの流れ的にお約束感が強く感じられ、それが好きな人はいいと思いますが、ゲストが誰であっても流れやリアクションが一緒なので当時はつまらないなと思ってました。白塗りも怖かったです。両親が厳格な方なので下ネタが出た時に気まずい空気になることがあった。そのためいつ下ネタが来るかと思うと、あまり番組を見て笑っている余裕はなかった。男兄弟がおり、彼は全く気にしておらず毎回楽しそうに見ていた。全体的には面白かったけれど、大声でただただ騒いでいるだけだったり、ネタが過激すぎて女性タレントの扱いもひどく、面白さよりも引いてしまう気持ちの方が勝ってしまったから。7位はタモリクラブ。みんなの意見はこちら。今だと空耳だとか爆笑じゃないけどクスッと笑ってしまう、誰も傷つけないユーモアのセンスよさがわかるのですが、当時は子供だったので誰かが叩かれるとかバカにされるとか幼稚な笑いが好きで良さが分かりませんでした。一般受けする内容ではなかったと思う。ただシュールで一部の人には大受けするようなものもあり、内容によってブレがあったように思う。数字ありきでない番組なのでそこは良かった。深夜番組ということもあってか官能的な要素が多かったが、それがあまり興味をそそる要素には感じなかった。またやや東京中心とした首都圏によった情報が多くピンとこなかった。子供には少し難しい番組だったと思います。オープニングのお尻フリフリは真似したりしたこともありますが、空耳アワーとかは英語がわからないから空耳に聞こえませんでした。大人になってからゲストによってたまに見てましたが、面白いような面白くないような微妙な感じで見てました。タモリの面白さがわかるとお笑い通みたいな風潮があるが、ぶっちゃけタモリは何も面白いことは言っていないし、おっさんのぼやきでしかない。タモリが面白いって言っている人は逆にセンスがないなと思いながら見ていた。6位はいきなり黄金伝説。みんなの意見はこちら。サバイバルなどに関心がなかったため無人島生活などを見ても面白さがよくわからなかった。芸人のコンビ愛などにもあまり興味がなく、それよりはネタを見たいといった風に思っていた。毎回同じような内容の企画しかしていないイメージです。あとは出演者が面白い方もいるけど本当に面白くないなって思う人もいて、あのようなバラエティだと面白い人をもっと使った方がいいのではと思いました。最初の頃は一つ一つの課題が興味のあるもので、タレントがそれに向かってチャレンジしていく姿が面白かったのですが、途中から無茶ぶりな課題が増えすぎて見ているのが辛くなってきてしまったからです。1ヶ月1万円生活とか無人島サバイバルとか最初は面白かったけれど、だんだんと出演者が工夫を凝らすようになってきてせこく見えてしまってつまらなかったです。特に無人島サバイバルは良い子の浜口さんに振り回される相方の有野さんが不憫に見えて仕方なかった。途中から撮った銅のイメージしかない。他にもいろいろ面白い企画をしていたはずなのだが、撮った銅をやりすぎて覚えてない。無人島編がつまらなかった。なんで芸能人が孤島で釣りしている様子などをゴールデンで見なければいけないのか。後半は全く見なくなった。5位はめちゃにイケてる。みんなの意見はこちら。私が見ていた頃は深夜番組からゴールデン番組に移った頃で、レギュラーメンバーの人数よりかなり増えてきていて、個々の面白さが全く伝わってこず、一人一人の個性がなかったように感じていたからです。
下品なことばかりしていたり、あまり興味を惹かれるものではなかった。芸人ばかりが出ているような番組は、どうしてもお笑いメインなので、仕方ないかもしれないが、見ていて不愉快なものも、時々あった。ある程度周りの物事も分かってきたが、ないないや、周りの芸人の面白さや、身内だけで楽しんでいる感じや人をけなす、暴力的な感じが、自分自身の中では合わず面白くなかったから、はじめは面白いと思って見ていたが、新しくメンバーがたくさん加入したあたりから、つまらないと感じた。特に、みなかくんを視聴者投票で脱退を決めた際は興ざめしてしまい、見るのをやめた。ダウンタウンや雲南の番組に比べて、明らかに見劣りしていた。なんか見ていて、ダウンタウンたちと比べられている感じがして、こっちが気まずい感じがした。ごっつええ感じを見ていた世代からすると、子供騙しな印象を当時受けていました。ダウンタウンを知らない当時の小学生たちにとっては面白かったのかもしれません。笑いの質が下品だった。笑いのために体を張るとかではなく、ただただ人をいじって笑いを取っているのが見ていて気持ち悪かった。出演していたタレントも好きになれなかった。4位は笑っていいとも。みんなの意見はこちら。毎週ほぼ変わり映えしないレギュラー陣ばっかりで、生放送ともあって芸人が滑った時の空気が見てられないし、挽回しようとして余計にグダグダになっていた。司会のタモリも毎日やっているせいか手を抜いてる感がすごくした。芸能人そのものにそこまで興味がないタイプなので、毎回呼ぶ人を変えるゲストありきのコーナーや、いつものメンバーの喋りに依存した番組構成などが全然面白いと思わなかったから、昼番組なのでしょうがないのですが、刺激がなさすぎます。自分からチャンネルを合わせに行くコンテンツではなく、あくまでやっていたらそのまま流しておくコンテンツです。録画することは絶対にありません。実際2024年の今現在、当日番組内でどんな内容をやっていたかを覚えていません。テレフォンショッキングで、翌日のゲストの友達紹介で、本当に親しい友達ではなくて番組の宣伝を兼ねている時や、あらかじめ出演者が決まっていて、あたかも友達のような雰囲気を出して仕方なく友達として紹介しているゲストがいたところ、当時学生でしたが、お昼に放送をしていたので見る機会が少なく、内容がわからなかったというのが大きいです。またゲストを呼んでトークを行っていましたが、バラエティというよりはニュース番組のような印象でした。お昼の番組は基本的にあまり面白くない印象を持っていた。後にヒルナンデスといった番組でディズニー特集などを見るときは面白いと思っていた。昔から有名人に詳しくなかったので、ゲストの会話だったり番宣だったり、そういうものがわからないから面白いと思えなかったところもあるのではないかと思う。酒井さんの話の運び方やわざとらしい反応があまり面白いとは感じられなかった。客席を巻き込んだコーナーも何の意味を持って言っているのかがわからず、しらけてながら見ていた。3位は恋のから騒ぎ。みんなの意見はこちら。初めの頃は面白いと思って見ていたのですが、だんだんと個性の強すぎる女性が増えてきて嘘っぽく見えるようになってしまいました。リアルな感じが面白かったのに嘘っぽくなったことで気持ちが冷めてしまいました。やらせというか、あらかじめ台本があってその通りに進行されている感じがして、さんまさんがいたからうまく盛り上がっていただけで、女性たちの生の声が聞けるという感じはしなくて面白いと思っていませんでした。司会のさんまは上手に素人の女の子の話を聞いたりイラったりして面白かったが、出てくる素人の女の子が大して可愛くもないのに、自意識過剰でゲストの芸能人にタメ口と言ったりしてるのが全然面白くなかった。癖のある女性ばかりが出てくる番組だったので、男だった自分には彼女たちの発言に全く共感できない上に、さんまがいじらなければそこまでタレント力がある人も少ないイメージだったので、つまらないと思ったから。昔から恋愛系トーク番組があまり好きでないのと、当時まだ子供であったので恋愛話系の話題ばかりであり、恋愛もしておらず親近感も湧かず、自分自身が楽しめなかったから、さんまさん一人に対してたくさんの素人女性が出演していたけれど、今で言うおバカタレントさんみたいな人が、女性がたくさんいて、しなや知性を感じず、だらだら話すトーク番組の面白さがわからなかったから、明石家さんまさんのトークは面白くて好きだったのですが、出演していた一般人女性の話は、テレビ受けを狙ってなのか、だんだんと嘘が混じっているような感じを受け、つまらなくなり、そのうち見なくなった。2位は、ライオンのごきげんよう。みんなの意見はこちら。特別、番組内では盛り上がるようなことはせず、
淡々とお話を進めていくので、見ていた頃はつまらないと思いながら見ていた。もう少し視聴者を引きつけるような番組作りを求めていた。番組を見ていた最初の頃はサイコロトークの目が出ていた分、面白い話がたくさん聞くことができたが、番組を見ていくうちに目が同じようなものばかりで飽きてきてしまったから、それに出演者のトーク力によりつまらなくなってしまったように思います。ゲストによって面白さの落差が激しい番組だと思っていました。サイコロで話す内容が変わりますが、どれもパッとしない話題だったのでいまいち引き込まれなかったです。当時自分が小さかったのもあるのですが、当時高齢の方のお話はつまらないと思っていました。ゲストによって当たり外れが大きい番組だったので、芸人みたいに喋れる人だったら問題ないが、喋り慣れていない演歌歌手や俳優、少し売れたグラビアアイドルとかが普通の話をしているので、こういう会は外れで面白いとは思わなかった。芸能人にあまり興味がなかったのと、身内だけの話題関連のトークだけ聞きたくもない話題関連の番組であったのと、出演者が結構年代が上ということもあり面白みがなかったから、平日のお昼に放送していた記憶がありますが、内容がトーク主体で派手さに欠けていたので面白いとは思いませんでした。当時学生で病気になって平日が休みの時もありましたが、大体 NHK の教育番組を見ていました。お昼の番組だから仕方ないけれど、話題が軽くて深みがないことが多く、見ていて物足りなさを感じました。毎回似たような展開が多く、新鮮さに欠けて特に印象に残る部分が少なかったです。お昼向けの緩い内容とはいえ、もう少し刺激が欲しいと思うことがありました。出演者3名でのサイコロトークであったが、ある程度話をする時間に制限があるため、出演者のトークの技量によっては楽しめる回とそうでない回との落差が結構あったように感じた。1位は相乗り。みんなの意見はこちら、本当かなという疑問があった。若干やらせも入っている収録じゃないかと信用できなかった。そもそも他人の恋愛をテレビで見ても面白いと思わない。日本に帰ってきたら別れるんでしょと思っていました。恋愛リアリティ番組として見せかけながらも、実際には多くのシーンが台本通りに進んでいると感じました。人間関係や感情の展開があまりにも計算されたように見え、現実感に欠けていて面白さを感じにくかったからです。男女間の恋愛バラエティということであったが、この国でこのカップルは成立する、あるいは別れるということが次週の放送を見る前にあらかじめ予測できてしまうところがあった。すごく人気があったのは覚えているが、人の恋愛を見て何が楽しいのかわからなかった。人に勧められてみたため、視聴後に感想を求められるのも苦痛だった。やらせ感があり面白いと感じる瞬間は一度もなかった。恋愛リアリティショー番組にもともと興味がない上に、親戚の一人が元出演者と知り合いでやらせだということを知っていたので、二重で興味を持てずに全く面白いと思えなかったから、恋愛系は見ていても楽しめない。またどうしてもやらせを疑ってしまうし、あまり生々しいと引いてしまう。一定程度演出が必要なのか、見方を変えないと純粋に楽しめない。自分が男性なので女性向けコンテンツだと思い避けてました。当時の男友達で見ている人もいましたが、自分はチャラい雰囲気がとにかく受け付けなかった記憶があります。付き合うだの付き合わないだのを延々と繰り返している印象でした。話題になっていたので最初の頃はよく見ていたのですが、基本的に週1放送でさらに時間も短く、なかなか進展しないところにイライラして、正直人の恋愛などどうでもよくなって見なくなった。恋愛トークを中心としたバラエティ番組だった記憶がありますが、自分の性別が男性で恋愛にはあまり興味がなかったため、面白いとは思っていませんでした。数回は視聴した記憶はあります。以上のような結果となりました。幅広い年代から意見を集めた分、意外な意見も多く寄せられていたように思います。次回の集計結果に反映しようと思いますので、皆さんのご意見もコメントでお待ちしています。賛否どちらの意見でも大歓迎です。ぜひコメント欄もご覧ください。こういうアンケートもしてほしいという希望があればぜひお寄せください。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。